じゃあ、ゆかりさん後半、はいね、はい、よろしくお願いします。じゃあね、うん、あの、ね、みな、ちょっとね、カタカナのお話ししようと思います。よひとやぶみなと、おひつくしんじはよく読んでね、うん、で、カタカムナの皆さん5、6、7、8種をよくあの音読するの好きじゃないですか、うん、だけど意味わからないと思うんですよね、うん、でちょっとその意味をあの言おうかなと思って、うん、ちょっとね調べてきましたっていうか、私の動画ではやってるんだけど、あ、そもそもね、カタカムナっていうのが知らない人います？カタカムナを知らない人、あ、一応全員知ってらっしゃる。あ、 OK、 素晴らしい、はい、うん、そう、あ、まあ、カタカムナって私が伝えたいカタカムナは、あの、人が生まれてから死ぬまでの間一生元気に過ごす秘訣がカタカムナ歌いの80種に出てますよっていうことなんですね。それが物理的な内容なわけ、うん、細胞がこうやってできるとか、うんうん、そういうことが出てるんだけど、で5、6、7種は何かって言ったら、5と6種を簡単に説明すると、まずね、それについてはね、かっていうことを知ってもらいたいわけ。かって何かって言ったら、エネルギーの大元なんだけど、私たちの体に入ってくるエネルギーの大元なんだけど、それはかっていうものがあるわけ。それをカムアシキネっていう言葉があるんです。それってどういう意味かっていうと、カムっていうのは無限量って言って、カムのか、今ね説明しようとしているかは無限、カムの無は無限なのね。でかっていうそのエネルギーの大元が無限にあります。で足っていうのは現象で、気は発生する根源ですよ。根っていうのは根源、根っこの根、カム足き根っていうので、だからカムは現象を発生する根源ですっていう意味なんですね、うん、だからかはその根源、ちょっと、ね、すぐには頭に入ってこないから、またあの後でね YouTube 見たりなんかしてもらって、うん、でじゃあね、カムってカムのそのカっていうのは極限まで小さい、一番最初のもう目に見えない戦勝の世界だから、戦勝の世界っていうのは現象と反対で潜んでいる形だから見えない世界の、だからクオークよりも小さいの、ミュオンっていうのがあるのかな今は、もうとにかくクオークより小さいから現代科学では分からない部分の空きをカタカムナはね、だからその部分なんだけど、それが無限に広がってるわけ。無限の無っていうのは無っていう無なんだけど、宇宙大宇宙にも、ここも宇宙じゃないですか。ここにもだからいっぱい川広がってるわけ、あるわけね。それを知っといてほしい。目に見えないし計測できないけど、確かに存在するエネルギーがありますよって。でまあそれが分かればいいよね。それかから始まってる、全てのものはかから始まってるっていうこと、うん、じゃあ5種やりますね。それ分かっておいてもらって、5種だから、5種はひふみよい回りてめくるむなやこと、私間違えた？ん？いいんだね、うん、アウノスヘシレカタチサキ、ここまでが5種。そう、そして、そのひふみよいのひっていうのだけちょっと、ひふみよいって一個一個説明してるとすごい時間かかっちゃうので、ひだけ説明させてください。ひ、ね、っていうのはさっき言ったかがあるでしょ。かのかっていうのは渦巻いてるわけね。かはみんな左回りか右回りの渦を巻いているんだけど、それの2つが向かい合うと太間にっていうこと、絡み合って一つ新しくエネルギーが生まれるわけなんです。その1回目の段階が火なの、火踏みよいの火で、それだからまだ一番最初の段階の1回目の、なんていうんだろう、文化とかなんていうのかな、そういうふうにエネルギーがいろいろできていくところの第一段階で、それがひふみよいむなやってこうとまであるんだけど、山でずっとこうなっていく状態があるじゃない。そのひふみよいっていう段階で、いまで
意になって初めて現象になる。それまでのひふみよまでは戦勝なんだけど、戦勝でこういっぱいこうあのエネルギーがこう分割してできていく状態を歌ってるんですよ、うん、で回り手めくるだから、こうひふみよい回り手めくる胸やこと、ひふみよい回って、ひふみよいがぐるぐるこう回って、でまためぐって、で胸やことっていうのもずっとそういう段階を追って細胞が8で完全に出来上がるんですけど、あのでこはまた繰り返す、それを繰り返して、でとは最後にその成熟した状態になって、最後にまた分解されて宇宙に還元されるっていう、そういう大循環をしてますよっていうのが第5週。わかる？あ、まだね、そこまでひふみよい胸やことじゃない、そうやってなってますよと。そしてアウノスヘシレっていうのが、アウノスベっていう、アウノスヘでもベでもどっちでもいいんですけど、アウノスヘシレっていうのは、アウノスヘっていうのは太マニの方法のこと。太マニの方法っていうのはどういうことかっていうと、太マニっていうのは、まあ、A と B っていうその渦巻きがこうぶつかり合ってこう絡み合って、で発生する時のそういう絡み合った状態っていうのかな、離れたりくっついたり重なり合ったり、それが太マニっていうのね。その太マニの現象ってすごい大事なんだけど、それの方法がアウノスベ、分かる？やり方、太マニの方法、それを知れって言ってるの。太マニの方法を知りなさい、そうすると形咲きますっていうの。形咲きだから、それが形になって花が咲くっていう、これが簡単な意味でそれをこう一文字一文字ずつ、あのもし知りたい人は私の動画であるから、これ22だったかな、22、私のカタカムナ生命の神業22、それはカタカムナ歌第5種についてもうちょっと詳しく一文字一文字説明しているので、ここすっごい基本なのね、本当は基準で、ここ分かると面白いんですよ。そういうことなのかって、それ知ってあの唱えるとまた面白いし、あのなんていうの、細胞も喜んでくれるかなって私は思うんですね。胸やことで細胞とか万象万物を作ってるわけだから、結局私たちの体だけじゃなくて植物も動物も全部だから同じ原理なんだ、だから掃除症っていうんだけどね、うん、で形先って他にも意味があるけど、今ここで言わなくても動画の方を見た方がいいと思うから、うんうん、で第6種はその後の空にもろけせゆえぬをはえついねほんかたかむな、ここまでが6種で、5、6って全部で1つなの、うん、だからこれもあの細胞のその出来方っていうの、これなん生命発生の概要っていうのかな、うんうん、5、6種何歌ってるかって言ったら、で空にもろけせっていうのは、空にの空はこれね、それぞれの場に空のらは現れて、でには定着する。だからさっき花咲いて、自分の何かこう花咲いて細胞が一個できたら、それがそれぞれの場に現れて定着するっていう、だから細胞の中かもしれないし、花のおしべめしべとかそういうのかもしれないし、そういうふうなことをやってるっていうことなんですけど、それがあの空にもろけせでしょ、もろけせのもっていうのがもう次々とで、どんどんこうもろけせゆえのを、これね、湧き出していくとか勢いよくとかね、こうそういうことを言ってるんですよね。でゆえぬおおおっていうのが生命体を構成するっていう意味があって、そのおおってすごいあのよく大仏信寺でもおーって言ったりするでしょ、うんうん、あのおで六方環境のこと言ってるわけ。六方環境っていうのは前後左右上下、だから自分の周り、うん、全ての周りのことを言ってるんです。そういうことを六方環境のことをおーって言うんですよ。
うん、おで説明してるカタカムナでは、うん、オフィスク神事でおーって言ってるのもそういう意味もあるってこと、四方八方、うんうん、で、で、ハエツイネホンっていうんだけど、ハエツの葉っていうのがこう生と反の2つのことを言ってて、それがその生命が生と反がこう現れたりこういろいろして、あ難しいねごめんね、うん、うまく説明できなくて、うん、それで「え」「は」「え」「つ」「い」の「え」っていうのが枝のように茂るっていうの、うん、だから生命がそうやって枝のようにどんどん茂って繁茂していきますよっていうことなのね、うん、で、それが個々に一つ一つに生命の根源であり本当の何ていうの大元の根っこですよっていう「はえつい」「ね」根本根っていうのは根本ですよってで本っていうのは本物大元ですよっていう意味です、うん、これが5と6種なの、うん、なんとなく全体をこうまとめるとカタカムナは加賀千章から現象へ変遷して小さな現象粒子になるからそれが原子になって細胞になってそれで体が形成されてその役目を終えるとまた宇宙に還元していく千章に還元していくそういうことを絶えず繰り返してますよっていう、うん、万象万物の生命を循環させている力ですよって言ってます、うん、それが大元のまとめた意味です、うん、これが五六種、うん、なんとなくありますか？ダメ？なんとなく分かるかな？難しいかな？これ動画で見るともっと簡単かもしれない、うんうん、具体的にあれですか？動きとしてやってみます？それまだ後？動きとしてやるのはなんだっけ？結局私何を言いたかったかっていうとアウノスベのことを言いたくてアウノスベって太マニを知りなさいっていうことなんだけど結局間のすべを知りなさいっていうことなのよ、うん、アウのすべアウのすべっていうのはあとうのすべなんだけどすべって術のことなんだけどあっていうのは現れるすべてのものでうっていうのは生まれるっていうことだからそのすべを知りなさいって言ってるんですよね、うんうん、それは間のすべをやったらできるよっていうことなんだけど間のすべっていうのは本来もっと自然な姿勢とか生き方とか仕草とかそういうのなんだけどそのさっきちょっとお話ししてた時にね笑うことが一番すごいカタカムナで言ってるのは笑顔じゃないと技もできないよって愛気の方でも言ってるのねだからすごい笑ってニコニコして愛気を学ぼうとかカタカムナを学ぼうとかよしって構えるんじゃなくてもう笑って遊ぼうよって遊びでやろうよっていう気持ちでやる方が絶対にいい、うんうん、そこがすごい大きなポイントです、うんうんうん、実践の方をやってもいいの？うん、実際にこれからその立ち方歩き方これをちょっと実際にみんなでやりたいと思うんですけどいいですか、ね、やった方が早いでしょやりましょうか、うん、じゃあ真ん中の方にちょっと行ってもらってみんなでちょっと実際にやってみましょうはい、ねはい、じゃあ一旦こう簡単な講義的なのは一旦これで終わりにして、はいはい、実践に行きましょうはい、はい、よろしくお願いします。